こんにちは、ももいむにだ。はい、ということで今日なんですけど、タイトル通り私がこれからおたかつをまた始めようと思いまして、今日は推しのグループを見つけようと思います。イエーイ。とりあえずちょっと私の今までのおたかつの経歴みたいのをちょっとお話ししたいんですけど、今26歳で、13年前とかぐらいかな、中学生の時に東方神起が5人ですごく全盛期だった時なんですけど、その時に東方神起にどっぷりハマってしまって、当時はっていうか今もそうなんだけど、ユチョンがめちゃくちゃ大好きで、ユチョンと結婚するって思ってたぐらい本当に大好きだったんですけど、その時に初めて、オタ活みたいのを始めたんですけど、正直その時中学生だったし、その今みたいにネットが全然、こんなに普及していなかったから、ガラケーだったし、なんかパソコンが家にあるお家っていうのも少なかったし、その中学生一人でファンクラブに入れる感じでもなかったから、お金もないしね。親とかが好きだったら一緒に入れてくれると思うんだけど、うちの親は全然東方神起とか興味なかったんで、もうなんか自分でファンクラブ入れるっていう感じじゃなかったから、もうとにかく私のオタ活は、その東方神起がその時すごい日本のバラエティとか音楽番組めちゃくちゃ出まくってたんで、全部見て録画して、でなんか DVD に落としても永遠と見てるとか、DVD 買ったりとか、そういう感じだったんですね。今持ってるのはもうこれだけしかないんですけど、もっと CD とか DVD 持ってたんですけど、引っ越す時にちょっと荷物になるなっていうので捨てちゃって、でもこのライブが一番好きだから、一応東方神起のライブの DVD はこれだけ持っています。それで高校入ってからすぐかな、その東方神起が分裂してしまって、もうすごいショックを受けて、それからやっぱ私は5人の東方神起が好きだったから、今はチャンミンというのが東方神起っていうグループの名前を守ってくれてるじゃないですか、ずっと活動してくれてすごいありがたいんですけど、もうどっちにしろ5人が好きだったから、今の東方神起も JYJ もなんかあんまり応援できないっていう感じで、私はそっからユチョンは変わらず好きだったんだけど、東方神起のオタクは一回ちょっとやめて、その後に21にめちゃくちゃハマったんですよ。初めて M ステで見た時に、なんだこのかっこいい女の人たちはみたいな感じで思って、で中学生の時流行ってたのはカラとか少女時代とかで、やっぱちょっと可愛い系とか綺麗系な韓国のグループが多かったんですけど、21もバリバリガールクラッシュで、もうすごい衝撃を受けて、そっからもう21にどっぷりハマって、そっから21のオタ活が始まったんですけど、当時まだ北海道にいたのでライブとかも全然行けなくて、 YG ファミリーコンサート2014年に行って、で同じ2014年の21の横浜アリーナのライブに2日間どっちも行って、ハイタッチもしてみたいな感じで、21ももうがっつりハマってたんですけど、21も解散しちゃって、でもそっから推すグループが全然現れなくって、韓国系に関してはもう今は全く誰も推してないって感じで、8年間オタ活ずっとしてなかったんですね。でもその間にプロレスが超好きになったので、プロレスラーをめっちゃ推しててなんか手待ちしたり、部屋中プロレスのポスターにしたり、なんか遠征したりとかも、結構私オタク気質なので、21が終わってからはプロレスラーにハマってたんですけど、それも一旦ちょっと熱が冷めて、女の子の韓国のアイドルはめちゃくちゃ好きで、結構いろいろ聞いてるし PV とか見たりとかするんですけど、正直なんかその21ぐらいファンクラブ入ろうっていうぐらい推してるグループはなくて、ブラックピンクはコンサート行ったんですけど、なんかそんなに今その激アツ推すグループがいなかったんですよ。やっぱ今彼氏もいるし、なんかあんまり男の子も興味なくて全然見てなかったんですけど、ちょっとなんか久しぶりに、今はコロナでライブとかないけど、コロナがね収まったりとかしたらまたライブとかも復活するじゃないですか。でその時にやっぱり韓国でもライブ行ってみたいし、日本でもライブ行きたいし、なんかちょっと楽しみを増やしたいなっていうので、ちょっとオタ活をもう一回再開してみようかなと思いました。私本当に今の韓国のアイドル、特に男の子はほぼ無知、全く知らない状態なので、なんかどういうグループがいるのかっていうので、視聴者さんにストーリーで
質問してみたら、もうめちゃくちゃいっぱいあって、なんか10個くらいかなって思ったら、もうそんなもんじゃなくて、42ぐらいのグループを皆さんが教えてくれて、え、こんなにあるの?と思って。ちょっとびっくりしたんですけど、その私がオタ活するにあたって、ファンの民度をちょっと気にしていて、変な人ってごく一部なんですけど、新規のファンに対して、なんかマウント取ってくる子さんのファンが多いところとか、結構そういうの嫌だし、なんかその私は YouTube やってるから結構こうやって発信していくじゃないですか。同じグループのファンの人とか見るわけじゃないですか。それで、なんていうの、私がすごい悪く言われるとかも嫌なんですよ。だからその民度が低いグループはちょっと押したくないなっていうのもあって、グループはね全く悪くないんですけど、そのファンがちょっとねなんか変な人が多いところだと私ちょっと嫌だなって思っていて、そういう情報もちょっと視聴者さんが教えてくれたので、もちろんここでは言わないですけど、まあ、そういうところを除いて、あ、押したいなって思う子がいるグループをちょっと探していこうかなと思います。で、とりあえず今はこの全てのグループをちょっと一旦見てみようかなっていうところですね。あの、正直本当に何もわからないので、一旦見てみて、で私は結構なんて言うんだろうな、王道に行かないタイプなんですよね。あの、わざと外してるわけじゃなくて、本当に悪く言ったら B 線なんですよ多分あの王道って絶対もうセンターの子とか超イケメンだったりするじゃないですか。もう絶対そこは行かないんですよね。そこは全然タイプじゃなくて、ちょっと外れてる方が好きなんですよ。別に私の中ではめちゃくちゃイケメンって思ってるけど、友達とかに言うとええー、みたいな感じが多い人が結構好きで、もちろんかっこいいと思ってるんだけど、見た目だけじゃなくて中身とか歌声とかダンスとか魅力がある人が好きだから、その今こうやって画像だけで見て判断はもちろんできないので、ちょっと 2,3 日その彼らの PV 見たりとか V ライブの切り抜きとかをちょっといろいろ見漁ってみて、あ、この子いいっていう子をちょっと決めていきたいなと思います。なので今日今すぐ決めるわけじゃなくて、ちょっと 2,3 日いろいろ見漁ってみようかなと思っております。なんかねこの私がちょっと王道に行かないっていう話を、今毎日みくちゃのライブをしてるんですけど、そのみくちゃのライブ配信で話したんですね。でもう一番わかりやすい方法としては、なんかジャニーズのこのグループで誰が一番好きとかってみんなに質問して、私はこの人だよっていうおしゃべりをしてた時に、やっぱ私は王道じゃなかったんですよ嵐だったら、まあ、王道ってやっぱ松潤とか桜井くんとかニノが結構上の方だと思うんですけど、私は相葉ちゃんがタイプっていうか好きなんですよ。で、平成ジャンプだったらやっぱ山ちゃんとかさ、知念くんとか伊野くんとか今は結構上の上位じゃないですか。私は高木くんが好きなんですよセクシーゾーンだったら、まあ、セクシーゾーンデビューした時からやっぱ世代だったから分かるんですけど、その時から松島くんがかっこいいなと思ってて、でその当時に松島くんがかっこいいって言ったら、やっぱ松島くんまだちょっと子供だったからえって感じだったんですけど、今すっごい大人になって超イケメンになったじゃないですか。先見の目あるやんと思ってそういう感じ、私はちょっと王道よりちょっとずれた人が好きなので、多分今回探してみても王道は多分いかないと思うんですねまずね、読み方すらもわかんないんですよ。ごめんなさいね、これから勉強しますから。クラビティって読むのかな、クレビティって読むな。私のねタイプはあのザ・アイドルみたいな可愛い系よりは俳優系が好きなんですよね。ちょっと俳優系のイケメンとかがいると結構いいかなと思います。やっぱさ、もうさ、この年でオタ活始めるとなるとですね、みんな年下ですよね。で、なんていうの、あの BTS は除きますあの BTS はチケット取れないじゃないですか。今からファンになってもなんかライブ行けないっていうのが結構きついから、チケットが取りやすいところでっていうことでBTS は除きます。黒髪の子がイケメンだなとは思いますね、今パッと見た感じ。もうこれからちょっといろいろ見ていかないと判断はしかねるんですけど、これは読み方がわかるんですよ。ドボーイズだったはずです。11人もいるんだ。あ、でもイケメン多いかも、かなり。しかもなんかちょっと俳優系の大人っぽいイケメンも多いですね。
混合されてるグループって感じ。ビクトン、あ、これがビクトンなんだ。なんかビクトンビクトンって聞いたな。おー、このパッと見だとメガネかけた人がかっこいいなって思います。なるほど、はい。 N フライング、あ、バンドなの？アイドルじゃなくてバンドね。イケメンばっかり。はぁ、なんかイミーホみたいな顔の人がいる。次、はい、アストロね、よく聞きますよ。チャウヌですよね。ただ私チャウヌはもちろん顔綺麗だなと思うんですけど、タイプではないですね。なんかね、私の中でチャウヌって初めて見たのがそのドラマで見たから、しかもクールな役だったから、新大久保のご飯屋さんでアストロ流れてて、でそれでチャウヌがなんでなんか、まあアイドルだから笑顔でニコニコ踊ったりとかしてるじゃん。それ見て、あ、なんか違うと思ってなんか私の中で俳優というイメージが強いから、なんかちょっとアイドルが違うなみたいな感じで思ったんだよね。ごめんね。本当に顔はすっごい綺麗だなと思いますね。あ、ここも多かったな。トレジャー、しかも日本人が4人いるとかって聞いたんだけど、なんか元気がいっぱいそう若いですね、やっぱり。もう私どんだけおばさんになったんだろう、この12、3年でやばすぎ。次が、なんて読むんだろう、これは。なんだっけ、聞いたのに忘れちゃった。We Eye だっけ？あ、We Eye だ。あ、でも、俳優系いますね。あ、結構大人っぽい子多いかも。次が、もうこれは絶対読めませんね。AB6。これあれじゃない？プロデュース101出てた子じゃね？左側2番目って。違う？てか、ワナワンももうやってないんですよね。ワナワンの曲結構好きなんだけど。 NCT ドリーム、なんか NCT ってややこいんですよね、確か。 NCT っていう中で何個かグループに分かれてるってことなんですかね。でも NCT はイケメンがめっちゃ多いって私はそれは知っているんですよ、もともと。アイコンは YG ですよね、確か。アイコンとウィナーですよね、なんかオーディション番組で出た。違ってたらごめんね。多分その時に YG ファミリーコンサートで見た気が、記憶はあるんだけど、その時本当に興味がなかったから、全然、なんていうの、覚えてはいないんですよね。ゴーストナイン、あ、今見た感じね。この写真だと、ジヌー君とウジン君が俳優系の顔だなっていう感じはします。出た。これなんて読むんだっけ。オン・エン・オフって読むんだ。なるほど。赤髪と、一番右の子がかっこいい感じがするかな。 TO1 でいいのかな。うわ、多いな、またこれ。あ、でも大人っぽい子多いかも。ありですね次がモンスター X ザ・韓国って感じだね。でもなんかその今まで見た子たちよりもちょっと大人な感じがするんですけど、デビューがもっと先なのかな。2015年か、ベテランだね。ペンタゴンはヒョナの彼氏がいたところかだよね。彼らもやっぱちょっと大人だね。ペンタゴンも前からいるから同じぐらいの世代な感じがします。なんかみんな俳優系の顔してますね、彼ら。あ、次セブンティーンね。はい、セブチね。セブチよく聞くわ。メンバーが多いんだよね。もうもはやセブンティーンって結構人気だからさ、チキッと取れない疑惑ない？あるよね結構 BTS になりかけてるよね。あー、でもセブンティーンもイケメン多いって聞くんですよ。あ、そっか、あのハーフの子がいるところか。昔ってさ、結構少なかったじゃん、アイドルメンバー 4,5 人とかだったじゃん。年々増えてるよね。エンハイプン、エンハイプン、呼びづら、エンハイプン、若、めっちゃ若くない？ B2B も聞いたことあります。あ、ちょっと大人かも、この人たちも。一人俳優の子いるよね、トッケビかな、なんか見たことある。 B1A4 は3人になっちゃってるんだ。あら、そうなの。左の子がイケメンですね。はい、出ました、ストレイキッズ。この前のナンパ企画のヒョンジンくんですねヒョンジンくんがいるところですね。ヒョンジンくんだけわかる。あ、イケメンだね、確かに。人気なのわかる、みんなイケメンだね。あ、でも私この右から2番上の右から2番目の人が顔はタイプかな。エイティーズ、
イケメン多いね。え、かっこいいじゃん。へえ、え、いいと思います。いいと思います。ちょっと、しかも、そんなに若すぎない気がします。あ、ほら、若すぎない。私の1個か2個か3個か4個下ぐらいだから。え、全然いける。いけるってそういう意味じゃないよ。変な意味じゃなくて。ワンアスっていいのか。ワナスって読むんだ。へえ、ワナス。ワナスは、待って、かっこいい。え、ちょっと待って、ビッグバンみたいじゃない？これがビッグバンみたいなだけ？え、かっこいい。私こういう方が好きかも。え、かっこいい。え、いける。ワナスいい。シャイニーね。シャイニーは、まあまあ世代だと思います。東方神起の弟分ですよね。ミーホが一番イケメンだ。あとこれ、ベリーベリー。なんかベリーベリー人気ないので人気させてくださいみたいな感じで視聴者さんが何人か書いてて、ベリベリって読むんだ。ベリベリ、え、なんでこんな可愛い子たち人気ないんですか。多分この子たちはね、めちゃくちゃ年下な気がしますよ。え、全然そんなことなかった。あ、まあ年下の子もいるけど、嘘、95年って私と同じ年の子もいるんだけど、ドンホン君。え、全然見えない。え、全然人気ありそうなグループなのに。次 SF9。 もう言ってる子多かったな。あー、出た出た出た、あれか、これあれか、 FT の FT アイランドの事務所の子たちか。 P1 ハーモニー。私一番右の子の顔が好きかな。どうでしょうか。王道ですか、ずれてますか。次が ACE かな、このまま読むのかな。エースって読むんだ。ちょっといかつい系ですね。ちょっとまた大人じゃないですか、彼らも。同じくらいの匂いがしますね。次 JBJ かな。すごい可愛い系の韓国のグループって感じだね。ドリッピン、ドリッピン、読み方が書いてない。あー、イケメンいますね。あ、ハーフもいるね。これキムドンユンだとしたら結構王道ですか。スーパー M、 一番真ん中の子が ジミンかと思った。え、左から3番目が好き。ウェイ V、 ウェイシェン V。 え、これでどうやってシェン V って読むの。ウェイシェン V、 え、中国人。確かにかっこいいですね。でゴールデンチャイルド、ゴルチャってやつですね。みんなイケメンですね。あ、かっこいい。みんな、あ、私 YG ファミリー行った時はまだチーム A、チーム B とかだったかもしれない。ウィナーとアイコンって名前じゃなかった気がする。あー、そうだそうだ。あ、でもさ、ウィナーってさ、一人抜けたんじゃなかったっけ。ザ・グッバイかな。え、嘘でしょ。絶対茶化されてるじゃん。韓国じゃなくない。でも絶対誰か私のこと茶化したよね。絶対誰か私のこと茶化してる。 T by T。 あ、で私が結構前にアイドルのイケメンランキングの時に選んだのがカンテヒョンじゃなかったっけ。 BTS に続く最注目グループ、 Tomorrow by Together。 え、めっちゃイケメンなんだけど、カンテヒョンがどれなのかちょっとわかんないんだけど、サイファー、イケメン。え、一番後ろの右の人か、青い髪の人、かっこいいなと思います。 CIX でいいんですか。あ、大人じゃない、大人だね。あ、でも2000年か、私の弟と同じくらいだ。ちょっとすごい大人っぽく見えました。あ、エクソなんかさ、いつだっけ、めっめちゃくちゃさ超人気バーってきた時に全然知らなくて、なんか代々木公園とかのでライブやってたんだよね。みんななんかエクソのマークつけたやつ持ってて、その時めっちゃ人数多かったじゃないですか。なんか見たことある人がちらほらいます。スーパージュニア、シンドンだけわかんないよ。シンドンだけ印象が強すぎて、当時スーパージュニアが日本デビューしたばっかりぐらいの時にテレビ出てて、なんかシンドンが超面白くて、シンドンだけ記憶にある。インフィニット、
インフィニットも結構前からいない？オンリーワンオブ。え？一人顔見えないんですけど。判断のしようがない。え、ずっと見えないままなのこの子。珍しくない？ T1419。 嘘でしょ。1419って読むの？え、若くない？絶対みんな2000年以降だよね。ニックは元超新星のユナクがプロデュースしたみたいなことを聞きました。あ、日韓なんだ。ターゲット、あ、いい感じの年代。彼らもイケメンだ。あ、最後最後最後、ニュイスト、かっこいい。右から2番目。なんか藤ヶ谷みたい。え、違う。あ、2014年デビューだから同い年ぐらいかな。全部見終わりました。私の中でエイティーズとワンアスがちょっと、あの写真見た感じだと結構鳥肌が立つぐらいかっこよかったので、ちょっとまあ他のも全部 PV とかいろいろ動画これから見ていって推しを決めたいと思います。あ、みんな教えてくれてありがとうございます。こんなになんかいっぱいいると思わなかったし、ちょっと楽しかったです。で、言っときますけど、おばさんだから推しのグループ決まったとしても絶対そのつながりたいとか思うタイプじゃないんですよ。もうね、わかるわ、めっちゃわかるの。なんか昔本当にだからユチョン好きだった時は、私もうどうにかしてユチョンと結婚したいと思ってたし、ユチョンに抱かれたいって思ってたから、もうつながりたいっていう気持ちめちゃくちゃわかるんですよ。若いうちはそうなんだよね。でもほら、これぐらいおばさんになってくると、もうそういう気持ち一切なくて、なんか純粋に応援したいし、むしろなんかもう憧れのアイドルはもうなんか実際に会いたくない、なんか嫌な部分がもし見えた時に幻滅しちゃうと思うので、私はそのプロレスラーを追ってた時に実際に推してる人と会ったりとかあって、結構幻滅したりとかあったから、あの憧れのもう本当に推しの人とは会わない方がいいんだっていうのをそこで本当に実感したんですよ。なのでただ応援するっていう感じのスタンスでこれやっていくので、なんか私がねファンになることで、なんかあ、ももちゃんつながろうとしてるとかもう絶対それはないから、それはちょっと分かっていただいて、私が推しのグループが決まった時にそこの同じファンの方たちは温かく迎えてくれたら一番嬉しいなと思います。はい、ということでちょっと 2,3 日いろいろ見てみます。はい、ということで、最初の動画を撮ってから3日ぐらい経ったんですけど、もう本当に皆さんがおすすめしてくれたアイドル40組くらいあったんですけど、全部 PV とか V ライブとかの切り抜きとか、あと Mnet とかなんかそういう音楽番組のやつとかもう全て見させていただいて、推しのグループを決めました。イエーイ。私がこれから応援するグループは Omega X です。そうなんですよ。最初にその撮影した日に紹介していなかったグループなんですよ。もしかしてストーリーで書いてくれてた子がいたかもしれないんですけど、私が見逃してた場合があるか、それか本当に誰もおすすめしてきてなかったグループなんですけど、なんでここのグループにしたかっていうとですね、今コンテスト期間中なので毎日めくちゃ配信してるじゃないですか。最近もうずっとだから、私がオタ活始めるかもしれないからいろんなグループ見てるから、だんだんちょっとグループとか分かるようになってきて、視聴者さんたちとアイドルの話ばっかりしてるんですよ。ここのグループはこうだとか、この人かっこいいとか、もうオタ活の話ばっかりしてて、でそこで私最初はね気になってたグループが4つくらいあったんですよ。最初撮った時に、あ、ここめっちゃかっこいいって言ったのが、エイティーズとウォノス。で、二つともグループ本当にかっこよくて、しかもなんか、あ、推しになりそうみたいな人が一応見つかって、エイティーズはミンギくん。で、ウォノスはイドくんが私は結構好きだなって思ってたんですよ。で、その後に、まあ、バーって40組全部見て、ドボーイズもかっこいいなと思って。特にジュヨンくんが私はタイプだったんですよ。で、あとはストレイキッズも曲がすごい良くて、あとはバンちゃんがかっこいいなと思って、あ、いいなって思ったんですね。
とはですね、 P1 ハーモニーもすごくよくって、私結構ヒップホップとか好きだから、まあ、昔で言ったらまあビッグバンみたいな感じとかもすごい好きだったので、ちょっと P1 ハーモニーはそっち系のちょっとヒップホップ系の曲を最初に聞いたので、あ、すごいかっこいいと思って、しかもメンバーもすごいかっこよくて、うわっって思ったんですけど、なんでこうグイッとハマらなかったかっていうと、まあその曲とかは良かったんですけど、やっぱりそのオタ活するにあたってつながりたいとかなしにしても、少しはやっぱり恋愛感情をその人に抱けないと、こうどっぷりハマるっていうことができないじゃないですか。今こう挙げたメンバーの人たちが結構若すぎたっていうのはありますね。昨日ですね、ミクちゃんの配信してる時にこの話とかまたしてたら、だったらそのオメガ X どうですかみたいな感じで勧めてくれた視聴者さんが2人いて、誰それみたいな感じになって調べたら、マジで本当にイケメンばっかりなの。ホームページ見て、イケメンばっかじゃんみたいな感じになって、もうわーってみんなでなってで、なんかしかも先月デビューしたばっかりなんですよ。本当にデビューしたてで、ファンもまだ全然いないし、日本でライブもまだやったことなくて、でもみんなデビュー経験があるメンバーなので、生まれがですね90年代の人が多くて、一番上で私の1個下とかだったんですよ。だから、あ、もうちょうどいい。その年代もちょうどいいし、見た目もかっこいいし、歌もめっちゃいいんですよ。けど全部動画見たんですけど、その1回デビューしてるだけあって、ベテランさんだから、そのダンスとかも歌とかもすごくかっこよくて上手で、はぁって思って、オメガ X、これから推していくんですけど、誰を推すかっていうのはまだ私決まってなくって、なぜかっていうと、歌って踊ってるところだけじゃなくて、私は喋ってるところとか、なんかそういうのを全て見て、なんか結構推しが決まるタイプなので、見た目だけじゃない人だから、今んとこかっこいいなって思う人はいるけど、喋ってみたら、あ、ちょっと違うかもみたいなのも多いんで、まだ V ライブとかあんまりやってないんですよ。なのでちょっと判断ができかねねっていう感じなので、これからまあ一応今箱押しをして、これからそういう V ライブとかを見ていって、徐々になんか推し面を発掘していこうかなという段階でございます。昨日ミクチャー来てくれた子たちとはもうみんなでオメガ X のライブ行こうみたいな感じになってて、まだその変なファンの人とかもいない感じだと思うので、すごく推しやすいグループだなと思います。皆さんももしこれから推し活動しようかなっていう方は、ちょっとオメガ X も見てみてほしいんですよね。3人ぐらいね、本当に顔が綺麗な人がいるんですけどね、チャウヌの血を受け継いでるっていう感じぐらい本当に顔が綺麗で、すごいびっくりして、で他のメンバーも本当かっこいいんですよね。何ですかこのグループはみたいな感じなんですよ私はこれから、まあ、日本とかでオメガ X がライブとかするようになったら、もうもちろんチケット取っていきますしということで、推しグループを見つけることができたのは本当にいろんなグループをおすすめしてくれた皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。その私オタ活8年ぶりで、しかも8年前とかって今みたいなオタ活っていう感じじゃないと思うので、最近のオタ活が全然わからないため、なんか皆さんにいろいろ教えていただけたらなと思います。ということで、皆さんオメガ X ぜひ見てみてください。概要欄に URL たくさん貼っておきますバイバーイ。